で、まず乗らないといけないですね。はい、大体海面は上なの。そうそう。でそこでセルフビレーに体重がかかるまで降りてる。これですか。うん、でもこれなんだけど長いからな。そこでなんとか。これを今右を落としちゃうと落ちちゃうんですか。落ちないですよ。それ外しちゃうもうそれそこでいいんですよ。あ、これいい。うん、ADC をかけ替える。あ、そっかそっか。ADC をかけ替える。足がもう一個上に立ってるな。はい。あ、そうですか。ETC を上に上げる。 ETC を上に。どういうことでしたっけ。足で立って、はい、今はセルフビレーの方がピンピンやってるから回収できない。あ、はい。 ETC を上に上げる。あ、もうやっとどん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 一回ロープにぶら下がるまで待って、さっき行きました。一回ロープに、うん、ぶら下がる。 ATC の位置が低すぎるんですよ。こいつがですね。グッとこう、こっち見て、こうやって上げて、体グッと上げて、上に上に持ち上げて下に。そう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 。それで体重かけて、今緩んでるでしょ、セルフビレが。あ、そういうことか。なるほど。オッケー。で、今は右手離した方がダメですよ。ですね。下まで落ちるってことですね。カラビナを引っかかってるな。だいたいこれなんだ。